なんか見慣れない自転車ありますけど、何ですかこれ。日本初上陸になりますパールサイクルというロードバイクになります。ダウンチューブもね、かなり薄い感じに作られてます。105モデル、もうレース出られるグレードですね。はい、フレームチャンネルへようこそ。自転車技師声優の岡田正隆です。そして今日はこちらにですね、通販サイトプロバイクショップより内田さんにいらしていただいております。内田です、よろしくお願いします。内田さん、なんか見慣れない自転車ありますけど、何ですかこれ。これですね、日本初上陸になりますパールサイクルというロードバイクになります。おー、見た目めっちゃおしゃれですけど、これを今回今日紹介していただくと。そうですね、本日、こちらの紹介を、させていただければなと思います。なるほど。そう、パールサイクルっていうブランド、どういうブランドなんですか。こちらですね、プロバイクショップがまず運営会社になります、イオンシグナスポーツユナイテッドの社長の方からこちらのパールサイクルの詳しい、説明の方をちょっとさせていただければなと思います。社長直々によろしくお願いします。さあ、それではこちらがですね、イオンシグナスポーツユナイテッドの代表取締役トマリさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういうブランドになるんですか。これはですね、本当にかっこいいブランドで、2009年南アフリカのプロサイクリスト、はい、元プロサイクリストになるロジャーターナー氏が立ち上げた会社です。ハンブルクで設立したブランドになります。あ、じゃあドイツのブランドって感じでいいですかね。そうですね、見た目はドイツっぽくないんですけども、かなりおしゃれな、おしゃれ、なんかスマートな感じしますね。そうですね、やっぱ彼もこだわりがあって、やっぱデザインっていう、パールっていうのはやっぱ真珠のようなことを表現したものなんですけども、あとクオリティもかなり強化したものになっていて、アジアのですね、厳選された工場でフレームは作られているものになります。これね、見た目だってめっちゃ高級感ありますよ。はい、そうですね、汚したくねーって今日めっちゃ撮影の時に小森さん、ありがとうございます。よくわかりました。ありがとうございました。引き続きお願いします。はい、さあ内田さん、はい、いざこの車体の方の解説を、じゃあメカニック目線でお願いします。はい、まずですね、こちら見てわかるようにですね、カーボンフレームとなっております。フルカーボンですね。はい、フルカーボンとなっておりまして、エアルフレーム形状により、はいはい、直線安定性が優れております。あ、本当だ、この辺とかね、後輪がシートチューブをこうグイッとこうね、えぐってるような感じの形になってますね、はい、で直線安定性が優れているので、車体のブレが走行時とても少なくてですね、まっすぐこう進んでいくっていうところをダイレクトに感じられるようなフレーム形状になっております。シートチューブなんかも専用のものになってると思うんですけど、薄いんですよね結構累滴型っていうんですかね、この雫みたいな形になってるっていうのと、ダウンチューブもね、かなり薄い感じに作られてます。丸じゃないんですよ、もう超板みたいな感じになってますね。その他のですね、特徴といたしましては、ヘッドアングル反ってるような形ではなく、まっすぐと立っているような状態になっております。なるほど。あ、これ立ってると何がどうなるんですか。立ってるとですね、やはり、ハンドリング性能の方が上がりまして、特に高速域のコーナリングだったりとかで、やっぱり安定性が非常に増して、スムーズなコーナリングが可能になっております。いわゆるキビキビ曲がるみたいな、そういう感じのイメージですか。そうですね、はい。はあ、なるほどですね。これあのボトムブラケットの周りですね、この辺も結構ごつい感じというか、もう厚い感じになってますけど、はい、乗り心地としてはどうなんですか。結構固めの仕様になっております。レーシーな乗り心地になるんですね。そうですね、あのペダリングの際、走っている最中にですね、固めですので、力の伝わり方っていうところがスムーズに伝わりますので、自分の漕いでる走行時の力っていうのがダイレクトに車体に伝わって走ることが可能になっております。なるほどなるほど。やっぱ性能もレーサーが作ったぐらいですから、妥協なく速く走れるバイクって感じ。そうですね、はい。はあ、すげえ。完成車で売ってってことなんですか。そうですね、はい、完成車で販売しております。なるほど。どういう感じのパーツアッセンブルになるんですか。こちらですね、持ってきている車体がですね、レガシーというですねモデルになっておりまして、105モデル、もうレース出られるグレードですね。そうですね、はい、こちらですね、105モデルを搭載しておりまして、結構高級バイクですね。そうですね、はい。まあでもですね、いろんな高級バイクありますけど、そこだとあの105グレードと同じぐらいの感じですよね。そうですね、はい。で、開発されている元っていうのがすごいところだけあって、その価格帯に見合った走行性能だと思うんですよね。はい、そうです、うん、正直丸5組で40万台はなかなかいいお値段だと思うんですけど、それに見合う走行性能だと思うと、逆に走りにかなり期待が寄せられると思います。でも、はい、もうちょっとお値打ちなモデルとかあったりしないですか。そうですね、パールサイクル社とですね、プロバイクショップと共同開発のですね、105モデルではなくてティアグラモデルの方をご準備させていただいておりまして。おお、そうなんですね、はい、プロバイクショップとの共同開発ってことは、プロバイクショップでしか手に入らない。そうですね、はい、ティアグラモデルに関してはプロバイクショップのみでの購入となっております。なるほどですね。そもそもパール買えるのってプロバイクショップだけなんですよね。そうですね、はい、日本ではプロバイクショップのみとなっております。なるほど。いや、絶対今買えば誰とも被れないからね。オリジナリティあふれるバイクですよ。このレガシー以外のモデルっていうのはあるんですか。レガシー以外ですね、ダイスエアロというモデルもご準備させていただいております。はい、どんなやつなんですか。でレガシーの方がですね、どちらかというと長距離での走行を想定しているような、長く走るっていうところで合う自転車となっているんですが、ダイスエアロの方はよりスピーディーに
レース仕様に近いフレーム形状になっておりますので、ご自身の自転車のこう使うシチュエーションに合わせて、うん、ダイスエアロの方なのかレガシーの方なのかっていうところを選んでいただければと思います。なるほどですね。多摩川の河川敷とかビャって走りたい。走りますね、はい。これはちょっとぜひ乗りたいですね。そうですね、試してみたいなっていう気持ちがありますね、はい、乗って体験してみてもらえればと思います。カラーバリエーションとかどうなってるんですか？ダイスエアロのカラーに関しては白のみとなるんですが、今日持ってきてるレガシーモデルに関してはこちらの黒のモデルと別に白のモデル2種類ご準備させていただいております。なるほど、モノトーンでかっこいいですね。そうですね、はい、おしゃれな大人の2代目バイクって感じがします。そうですね、派手な自転車じゃなくてシンプルな自転車に魅力を感じる方っていうのは特にこうハマるんじゃないかなと。いや、僕も映像を見た瞬間かっこよって、見た目かっこよって思いましたね。めっちゃ高級感あります。細かいパーツの情報に関してはですね、パールサイクルの商品紹介ページに詳しく記載させていただいておりますので、よかったらそちらの方もご確認いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、こちらの日本初上陸の高級バイクパール紹介していただいたんですけれども、トマリさんから何か一言ございますか？まあ、非常にかっこいいバイクなので皆さんぜひ日本初上陸のパール楽しんでください。もし興味がある場合は私とぜひ食事行きましょう。ナンパし始めちゃった。今回紹介させていただいたこちらパールサイクルなんですけれども、プロバイクショップさんで取り扱いが始まっておりますので、気になる方はぜひそちらの方をご覧ください。それではこの動画を見て日本初上陸のバイク興味出たなと思った方はグッドボタン、パールサイクルおしゃれって思った方もグッドボタン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画はこちら、プロバイクショップはこちら、次回の動画もお楽しみに。